皆さん、こんにちは。千葉商科大学の入試説明会動画をご視聴いただきありがとうございます。担当します、入学センターの布施厚美と申します。よろしくお願いします。この動画では3点ご紹介したいと思います。1点目が一般選抜の入試制度、科目や入試区分について。2点目は知って得する一般選抜の制度であったり受験方法について。3点目は調査書を活用した一般選抜における総合評価についてと。 ということで、千葉商科大学の一般選抜に関する説明をこちらの動画では行います。ぜひ自由に視聴いただければと思います。よろしくお願いします。では、早速ですけれども、1点目。千葉商科大学の一般選抜の必要科目についてご紹介をしたいと思います。個別試験型においては、3科目受験と2科目受験があります。3科目受験の場合は、国語と外国語の2科目は必須。 残りの1科目を地理歴史公民もしくは数学から1科目選択をするという形になります。2科目受験の場合は、なんと必須科目がありません。国語、外国語、地理歴史公民、数学から2科目自由に選択しましょう。ただし、世界史 B は除きますのでご注意ください。ちなみに皆さん、丸一の国語の部分、注目いただきたいんですが、米印で書いてある通り、 古文、漢文、千葉商科大学の個別試験型では出題されませんので、もし古文、漢文が苦手という方がいらっしゃいましたら、朗報かと思います。また、外国語においてリスニング試験はありません。では、続いて、共通テスト型の必要科目と行きましょう。個別試験型と違って、4科目、3科目、2科目という受験方式があります。4科目受験と3科目受験の場合は、はい、こちら書いてある通り、それぞれ。 国語と外国語が必須になっています。残りの科目数を地理歴史公民、数学、そして共通テスト型の場合は理科からも選ぶことができるというものになっています。そして2科目受験。はい、こちら個別試験型と同じです。自由に2科目を選択しましょう。 ちなみに、また皆さん、国語注目していただきたいんですけれども、カッコで書いてあります。近代以降の文章のみというふうに書かれている通り、古文、漢文といったえ出題に関してはなしという話になります。また、外国語に関して言うと、英語についてはリスニングテスト未受験の場合、英語欠席扱いになってしまいますので、こちらご注意ください。必要科目についての説明は以上となります。続いて、 得意を生かせる入試区分ということで、千葉商科大学の一般選抜、いろんな入試区分があります。ちょっとそれぞれの区分について特徴をご紹介しましょう。まずは給費制選抜です。給費制選抜、名前の通り、授業料半額免除のチャンスがあります。昨年度はなんと230名もの受験生がこちらの入試で給費制合格をしています。 ちなみに、給費制に選ばれなくても、通常の合格レベルに達していれば、通常合格しますので、ご安心ください。授業料半額免除になった受験生、入学後、大学での成績が良ければ、2年、3年、4年と、授業料半額免除が持ち上がります。少しでも学費を抑えたいという方に関しては、この給費制選抜に注目するといいでしょう。もう一個の特徴があるんです。 英語の外部検定試験がみなし得点として使えるというのがこの給費性選抜の特徴。ただしこちらは個別試験型のみです。共通テスト型においては英語の外部検定試験みなし得点制度はありませんのでご注意ください。ちなみにみなし得点を利用する場合は英語の科目に関して受験は任意となります。点数の高い方を合否判定に採用するというシステムです。 じゃあ、どういった点数換算なのかというところがこちらの表です。皆さん、例えば、英検を持っています。自分は2級に合格をしています。という場合であれば、この表にのっ,とって、100点満点の英語の試験が90点に換算されるよという、そういうものになっています。皆さん自身が保有している検定資格に応じて、換算される点数が決まりますので、ぜひチェックしていただきたいと思います。 以上が旧非正選抜でした。では続いて全学部統一試験といきましょう。こちらはよく他の大学にもあるかもしれませんが、1日分の受験料で最大5学部7学科併願が可能な入試になっています。後ほど各学部の 倍率もご紹介いたしますが、複数学部、学科を併願する場合、やっぱり受験料はお得ですし、学部ごとに難易度は異なりますから、併願するほど合格のチャンスは広がります。ちなみに、個別試験型でこのように全学部統一試験という形の入試区分があるわけなんですが、共通テスト型、実は前期、中期、後期、すべての入試区分で、千葉商科の場合は5学部、7学科、併願が可能なんです。 個別試験型、共通テスト型、それぞれ特徴を見てですね、皆さん、併願をすることによって、やはり合格のチャンスを広げるというところが、大いにポイントになるんじゃないかなというふうに思います。では続いて、指定科目型です。これは、国数 A に得意科目がある人、注目とありますが、何かと言いますと、受験科目のうち、 本学の学科が指定する1科目の点数をなんと2倍換算する、そんな入試区分なんです。ちなみに指定科目は学部学科によって異なります。象形学部においては数学、国際教養学部においては英語、政策情報学部、サービス創造学部、人間社会学部の場合は 国語が2倍換算されますので、いずれかの得意科目があるよという人は、この指定科目型、注目されるといいと思います。続いては、はい。主体性評価型になります。主体性評価型に関しては、なんと、高校時代の頑張りであったりとか、皆さん自身の将来へのビジョン、アピールしたい人におすすめっていうふうに書いてあります。これ何かというと、 学力試験に加えて、高校時代の取り組み、大学進学後に取り組みたいことであったり、将来のビジョンに関する600から800字程度のレポートを提出していただくんですよ。で、そのレポートに、配点20点で評価をして、学力試験の結果に加算することができます。従いまして、 ちょっと学力試験に自信がないなという方であれば、こういったレポートの点数によって合格を近づける、合格を勝ち取るというようなチャンスがあるのが、この主体性評価型になります。個別試験型、共通テスト型、それぞれ実施がありまして、中期、後期の入試のところで、この主体性評価型の入試が行われます。では、最後の入試区分ですが、こちら、2024年度新しく新設された 入試制度になります。表現力重視型ということで、これは何かと言いますと、文章から意図を読み解いて、伝えたいことを表現する、こういったことが得意な人、結構お勧めしたいと思います。もともと千葉城下大学の個別試験型、後期においては、記述式の問題というものがかさあの課されるんですね。マークシート以外に記述式の試験が実際に後期入試では課されます。 通常の選抜方式であれば40点満点の記述試験がなんとこの表現力重視型の場合は2.5倍されて記述式試験が100点満点の換算にされるよという入試なんです問いを読み解いて自らの考えを文章にまとめて表現する力こういったものをアピールしたい生かしたいという方はこちらの表現力重視型覚えておくといいでしょう以上が はい。一般選抜の入試制度、科目であったり、入試区分についてでした。いろんな入試区分がありますので、ぜひ皆さん自分にマッチする入試区分を選んでいただきたいというふうに思います。では続いてです。知って得する一般選抜の制度や受験方法についてということで言っていきたいと思います。まず早速ですが、去年の入試結果ということで、倍率、こちらに一覧で、えー、載せたいと思います。やはり先ほど、 入試区分のところでもご説明差し上げました通り、うちは各学部ごとに倍率が結構異なるんですね。個別試験型、共通テスト型、それぞれ倍率注目していただいて、もちろん今年度の志願状況によっては倍率は変動するものなので、あくまで参考程度にという話になりますが、このような倍率の結果であったという形でございます。続いて、 千葉商科大学の一般選抜に関して言うと、非常に併願しやすい入試日程なんですね。それ、どういうことかと言いますと、そもそも、前期入試に関して言うと、他の大学と変わらない入試試験日です。さらに言うと、早めの合格発表日。そしてさらにさらに、他大学の合格発表後の手続き締め切り日というのが特徴なんです。 千葉商科大学の前期の入試は1月30日からスタートします。そして合格発表日は2月10日なんですね。そして本名校だったりいろんな大学さんがあると思いますが、千葉商科大学の一時手続き締め切り日見てください。なんと3月の1日なんです。 ほとんど多くの千葉商科大学の、えー、一般選抜受験生が併願する大学というのは、まあ、ランキング形式で言うと、日東駒線が一番多いんですね。日大東洋駒沢選手といった大学と千葉商科を併願する受験生が多いですけれども、そういった大学さんであったりとか、あとは G マジ特に明治や法政といった、えー、大学と千葉商科大学を併願される受験生が多いですけれども、そういった大学さんの合格発表日、 実際待って一時手続きするこぜひですね、まだこれから、平願大学を選んだりだとか、スケジュールを決めると思いますが、千葉商科大学のこの一般選抜に関しては、平願がしやすい入試日程なんだよねっていうのは、覚えておくといいんじゃないかなというふうに思いますので、ぜひチェックしていただきたいと思います。 あと続いて、こちらです。国公立希望者注目入学手続金の延納制度。こういった制度があるんですよ。対象者は、千葉商科大学の前期中期日程の一般選抜個別試験型、もしくは共通テスト型の合格者。そのうち、国公立大学の前期日程、後期日程を平願受験する予定者の方が対象になります。どんな制度なのかと言いますと、 入学手続き援納願いというものの書類があるんですけれども、それと国公立大学の受験票のコピー、これを提出するだけで、第1次納入金の締め切り、3月22日まで、3月末の方までですね、下旬の方まで待つよという、そういう制度なんです。ですから、国公立大学の後期の合格発表を待って、 第一次の手続きすることができる余計なお金はかけないというような延納制度があるよというのが注目ポイントになっています。こちらは国公立大学希望者のみという話にはなってしまいますが先ほど話した通りそもそも併願はしやすい日程ですし1月30日に合格を持っておいて、まあ、受験をして合格を持った上でこの延納制度を使えば一時手続き締め切り日が3月22日という形になりますのでぜひ 国公立希望者の方、千葉商科のこの入学手続き金の延納制度も覚えておいてください。ちなみに、地方会場もめちゃくちゃ豊富にあります。こんな形ですね。受験実績としては実際、47都道府県より受験をいただいている大学でございますが、地方会場、盛岡、仙台、郡山、新潟、高崎、長野、松本、水戸、大宮、静岡と。 いうことでですね、各地で、えー、地方入試を行っていますので、お近くの会場で受験する、そういった形で交通費を抑えるそんなこともできるんじゃないかと思います。続いてです。平肝割引制度、これもぜひ注目していただきたいです。千葉商科大学の場合、試験日が同じ入試区分に同時出願した場合、1日分の受験料で平肝が可能なんです。追加料金なしで平肝が可能なんですよ。 ちなみにこういった形で、前期の入試区分のところでちょっと事例をご紹介したいと思います。例えば、1と2、前期3科目指定科目型と、前期3科目全学部統一試験っていう入試区分があります。これはいずれも1月31日が試験日の入試なんですね。 でこの同じ日ということで、指定科目型全学部統一試験、同時に出願した場合は、1日分の受験料なので3万2000円なんです。そして1月30日には、前期3科目、給費生選抜が実施されます。こちらの1月30日のだけに受ける場合は、もちろん1日分の受験料なので3万2000円なんですけれども、皆さん、ポイントの 丸二で右上のところに書いてある部分ですが、2日受験だと、なんと1日受験から3000円アップした3万5000円で2日間受験ができるんですよ。従いまして、丸一丸二丸三、要は1月30と31日を受けるという方であれば3万5000円という形になります。 ちなみに2月の2日には前期2科目の全学部統一試験と実は指定科目型この2種類の入試区分があります。もちろん、丸4の全学部統一試験指定科目型のみであれば3万2000円なわけですが1月30日、1月31日、さらに2月の2日と3日間分の受験をして 最終的な受験料というのは3日間受験だと4万5千円という話になりますので非常に併願すればするほどお得になるというのが併願割引制度の注目部分になりますさらにさらに個別試験型前期と例えばですが共通テスト型前期こちら同時出願すると共通テスト型の受験料がなんと5千円割引という形になります基本的に 同時出願すると5000円割引というふうに認識するとよろしいかと思います。ただし、こちらの注目としては、2から7学科閉願の場合、共通テスト型は2万円になるんですね。そうすると5000円引かれた1万5000円という金額になるというふうにお考えいただければと思います。まあ、基本的には、千葉商科大学の場合、個別試験型、内視共通テスト型、閉願すればするほどもお得になるよというところで、皆さん、こういった形で金額、 お得になりますので、注目いただければというふうに思います。はい。ということで、2点目の知って得する一般選抜の制度や受験方法についてのご紹介をさせていただきました。最後3点目です。調査書を活用した一般選抜における総合評価ということで、これどういうことかと言いますと、千葉商科大学は、 学力試験の結果だけではなく、皆さん自身の高校生活を含めた総合評価を一般選抜で行っています。つまり、学力の採用素というものを大学入試では問うというふうに決まっているんですけれども、筆記試験で測る知識、技能だけでなく、調査書を活用して、主体性、多様性、共同性といった、こういった観点も評価しますよというのが千葉商科大学の入試になっています。 ですから、筆記試験で、例えば、まあ、2科目、3科目、ないしは4科目というふうにありますが、各100点満点の筆記試験があります。こちらに、こんな形で、調査書40点配点で、協定平均値であったり、出欠状況であったり、検定資格の取得、有無、もしくは部活や委員会といった課外活動での活躍、こういったものにも特典が付与されるよというものになります。こちらで、 総合評価をするわけなんですけれども、この調査書の特典、どのようにつけているかというと、各学部学科のアドミッションポリシーに沿った学生を確保するためというものになっておりますので、アドミッションポリシーに沿って特典が 決められるといいいっっったたそう形になっていますちなみに、このアドミッションポリシーって何という方いらっしゃるかと思います。アドミッションポリシーというのは、千葉商科大学が入学を希望する方に求める能力は資質に関する考え方のことです。大学全体、学部ごと、学科ごとに公表されています。ちなみに、どこで見られるの千葉商科大学のウェブサイト、入試ガイド、学生募集要項、いろんなところで見ることができます。その 内容、どんな内容なのちょっとだけ5つ学部がありますので、簡単にご紹介をしたいと思います。ぜひまだね、千葉商科大学の学部のことも全然知らないんだよね、という方いらっしゃいましたら、ちょっと5つの学部の特徴も踏まえて、アドミッションポリシーを一部抜粋でご紹介しますので、見てみましょう。はい、千葉商科大学には、商計学部、政策情報学部、 サービス創造学部、人間社会学部、国際教養学部ということで、5つの学部があります。まずはちょっと象形学部から見ていきましょうか。小形学部という学部は、小学科、経済学科、経営学科ということで、3つの学問の学科が存在をして、複数専門性という制度によって、学科の壁を越えて幅広く異臭登録ができるというそういった学部になっています。 所属する学科のコースから一つ、もう一つは好きなところから一つ選ぶことができて、複数の領域を自分の強みにすることができるのが、小形学部の大きな特徴の一つになっています。そんな小形学部の場合は、求める学生像の中に、小学、経済学、経営学を中心とした、社会科学全般の学びに積極的に取り組む学生という記載があったりですとか、 資格取得のサポートが非常に強い学部ですから、そもそも資格取得を通じてビジネススキルを習得する意欲がある学生なんていうふうにアドミッションポリシーに記載しているんですね。こういった学生により来てほしいなというふうに考えている学部ならではの特典の付け方があるよという話なわけです。ちなみに政策情報学部の場合は地域政策コース、メディア情報コースというまちづくりや 都市開発、そういった公務員になる、そういったためのコースと、あとは ICT 技術を基礎から応用まで身につけるメディア情報コースという異なる学問領域がミックスされた、そんな学部があります。そういった学部の場合は、アドミッションポリシーに、やはりメディア技術を駆使して、自由で柔軟な発想で独創的な活動、作品を創造する意欲がある学生といった形であったりとか、 既存の価値観を超えるような変革をもたらすべく探求心を持って主体的に行動できる、活動できる行動力がある学生なんていうふうにアドミッションポリシーに記載されているんですね。他の学部でもまた違ったことが書かれています。サービス創造学部という学部はプロジェクト学習であったり企業との関わりが非常に色濃い学部です。 公式サポーター企業62社と関わるような企業から学ぶというものも非常に特徴的な学部なんですけれども、アドミッションポリシーには、 ビジョンとパッションがある学生というふうに書かれていたり、やはり企業との関わりも色濃いですから、社会的なマナーということで、学内外の多様な人々と交流できる品格を備えた学生、なんていうふうにアドミッションポリシーが書かれています。学部によって特徴に合わせたアドミッションポリシーが定められているというのがお分かりいただけるんじゃないかと思います。ちなみに人間社会学部は、 社会学とビジネスを学ぶことによってソーシャルビジネスやそのソーシャルビジネスをアクティブラーニングによって通して学んでいくというのが特徴になっています町おこしや地域活性社会的な課題の解決を目的とした多彩なフィールドワークやボランティアにとどまらないビジネスによる社会問題解決を目指すそういった学びが展開されていますのでアドミッションポリシーにも 地域社会及び産業界の発展に貢献する意欲を持つ学生という言葉があったり、アクティブラーニングを通じて積極的に地域社会及び産業界と交流する意欲を持つ学生なんていうふうなことが書かれているわけです。さらに最後の学部は国際教養学部。留学が必修であったり、異文化と自分化を理解する、そういったカリキュラムが整えられている学部ですが、そうすると、はい。 フィールドワークもたくさんある学部ですから、異文化理解、相互理解に関心を持っている、うん、社会科学だけではなくて、文化や宗教、歴史といった人文科学系統、そして自然科学系統を横断的に学ぶ意欲があるといったことが書かれていたり、留学が必須ですから、 留学のために語学や現地での研究の準備を確実に実行する意欲がある学生なんていうふうに書いてあるんですね。非常にアドミッションポリシー、今ご紹介しているのは一部抜粋ではありますが各学部学科の教育の特色に合わせてアドミッションポリシーは定められていますしそのアドミッションポリシーに沿って先ほどご紹介したとおり調査書の特典は変わります。とということでもちろんん皆さん自身が 学力試験の勉強をして、各学部学科の特徴を見て、平岩大学を決められるかなというふうに思いますが、こういったアドミッションポリシーというものであったり、学部の特徴っていうところをしっかりと把握した上で、どの学部学科受験しようかなっていうふうに考えるといいんじゃないかなというふうに思いますし、皆さん自身の高校生活より高く評価する、そういった学部学科もあるんじゃないかなというふうに思いますので、ぜひ、 千葉商科大学の一般選抜は学力試験だけではないです。いろんな形で高校生活での皆さんの頑張りを評価する、そういった大学ですので、ぜひですね、こういったところも覚えておいてチェックいただきたいというふうに思います。はい、ということで以上3点、一般選抜の入試制度、必要科目や入試区分について、そして知って得する一般選抜の制度や受験方法について、 そして最後に調査書を活用した一般選抜における総合評価についてということで3点ご説明を差し上げました。まだまだもうちょっと千葉商科大学のしこと知りたいなという方に関しましては、夏休みオープンキャンパス実施しておりますので、ぜひぜひお越しいただきたいというふうに思います。それでは最後までご視聴いただきまして、どうもありがとうございました。